今日もご覧いただきありがとうございます。そしていつもコメントくださる方、ありがたく拝見しております。今日は決めきれなかった日曜日の話題のドラマについて、どうする日曜日ということでお話ししていきたいと思います。皆さんはどれか見られましたでしょうか。それでは今日もドラマが堪能できることに感謝しつつ、まずは1月8日にスタートしたどうする家康、こちらは NHK 日曜8時、大河ドラマとなっています。私ね、実はNHK、全般なんですけれども、大河ドラマとか、あと朝ドラが苦手勢なんですよね。嫌いとかそういうことではなくて、むしろね、日本史とかはすごい好きだったりするんですけれども、なんかこう、継続して見られないっていうのがありまして、なんでしょう、長すぎるこのオープニングとかを見ているだけで、もうなんかスマホを触ってしまったりとかですね、寝てしまったりとかだったんですけれども、例えばね、朝ドラとかも、大好きな目黒蓮さんが出てるとかいうのがあると、ちょっとその時だけは見るとかですね、とか、あとなんかそういうスペシャル番組で、こちらも大好きな藤井風さんのが取り上げられてるとか、そういった番組があると見るとかですね、本当はね、NHK 代払っているので、いろいろ見たいところなんですけど、なんかこうそういうきっかけでもない限りこう見ないっていうのが、今までの私であったんですけれども、でも必ずこう朝ドラ大河は絶対欠かさず見てる方っていうのがいらっしゃいますよね。なので、ちょっと層がね、やっぱり民放とかと違うのかなと思ったりもするんですけれども、今回は脚本が、私が大好きすぎるリーガルハイやコンフィデンスマン JP などでおなじみの小沢亮太さんが担当されるということで、いやこれは見なければということでですね、しかもね、家康に松潤で、他にもやはり大河ならではの超豪華キャストということなのでね、これはね、毎回大河はねそうなんですけれども、これは見なければということでね、前回去年の鎌倉殿も、実は三谷幸喜も本当に結構かなり好きすぎるので、最初の2回ぐらいはちゃんと見たんですけども、やっぱりこう、なんでしょうかね、挫折してしまったんですよね。いや、決してつまらないとかそういうことではないんですよ。私が悪いんですけど、私が合わないということだと思うんですけどね。なので、仮に今回のこれ、どうする家康、これを毎週楽しみに、寝れずに、スマホも触らずにじっくり集中して見れたとしたら、これ私自身ですね、初大河となります。なので、そこがね、果たして見れるかどうかっていうことも一つね、自分でも楽しみなところでもあるんですけれどもね、初回の視聴率は 15.4% ということで、去年の、鎌倉殿よりは下回ってたということなんですけれどもね、それでもね、やっぱり大河すごいですよね。国民の6分の1近くが見てるということになりますからね。いや、これはすごいですね。で、8日1話の見どころなんですけれども、やっぱりなんといっても大河ならではの豪華すぎるキャストですよね。で、1話はね、やっぱり目立ったキャストとしては、松潤以外で言うと、松重さんですよね、とか大森南朋さんとか渡部篤郎さんとか、そのおじさま勢がですね、やっぱりいい演技してたなっていうのと、あとはですね、やっぱり注目は月9にも出ている本田忠勝役の山田裕貴くんで、あとは花子の岡部さんも良かったですよね。そしてなんといってもラストで出てきた織田信長役の岡田准一さん、来週以降も豊臣秀吉の室剛さん、徳川信康の細田奏太くん、ドラゴン桜に出てた彼ですよね、足利義昭の古田新太さん、井伊直政の、これまたサイレントでね、大活躍していた、板垣李光人くんも出てますよね。あとは志田未来さんであるとか、松山健一さん、広瀬アリスさん、北川景子さん、そして私も大好きな杉野陽介さん、エルピスでも大活躍をしてくれた、前田ゴードンくんなどなども、注目の俳優さんだらけなのでね、なんとか毎週完走したいところですね。いやー、これは本当にね、
毎週見れそうな気がしてきました。そしてですね、これあのセットについてはまあ、CG を多用しているわけなんですけどもね、まあ、当然この時代ものというわけなんですけれども、これは何でしょう、ちょっとハリポタ感がある感じでしたよね。で、まあ、予算があるのかないのかはちょっとよくわからないんですけれども、なんかね、これは私のような素人目に見て、これお金がかかってるのかかかってないのかがよくわからない仕上がりだったんですけれどもね、どうなんでしょうかね。まあ、去年のあのサイレントをやってる時に、その劇中映画でヘミングウェイのたがために金は鳴るという1940年代の映画が、映っていて、それをきっかけにその映画を見たっていうのがあるんですけど、その時のね、戦争のなんか雰囲気とあのすごくよく似てたんで、いやこれはどうなんだろうと、コストがかかってんのかどうかっていうのをね、ちょっと知りたかったんですけれどもね、まあ、独特の雰囲気がありましたよね。で、まあ、1話での見どころは何といっても、まあ、小沢亮太氏が言うところの家康のナイーブで頼りないプリンス感っていうんでしょうかね。やっぱりね、こう松潤さんのあのこれまでもね、いろんな役柄をやられてきてはいるんですけれども、まあ、家康ということで、え、家康なのって思いますよね。なんかこう教科書で見るあの家康ってもう なんだろう、あの小太りでちょっと丸顔というか四角顔みたいな感じで、決してこうイケメンとかそういう枠ではないじゃないですか。なのでこのね、松潤がどんな風に演じるかというのがすごく興味があったんですけれども、まあ家康さんってこう若い頃はこういう子だったんですねっていうね、まあ私がこうちょっとね、あの不勉強で知らなかったんですけれども、このヘタレ感が満載の家康がどんな風にこのね、重大な決断を繰り返しながら覇者になっていくのかと、ね、私たちがよくこの教科書で知っている歴史上の偉人となっていくのかっていうのを興味深く、見ていきたいなというふうに思わされた初回でしたね。で、1話の中で一番目がね、パチッとこう覚めたのが、やっぱりあの、ラストのあそこですよね。織田信長役岡田准一さんの登場シーン。まあ、家康が、異常に恐れる男ということで、馬に乗って不敵な笑みを浮かべての待ってろよ竹千代俺の白ウサギってね、これパワーワードきましたよねえ、そういう目線で見ていいのってね、いうふうにちょっと思ってしまったわけなんですけど、何なんでしょうかね、俺の白ウサギ。ちょっと私その辺のあの史実についてもちょっとよく分かっていないんですけれども、まあ、これなんかそういうのなんかあったんですかね。まあ、あの織田信長についてはいろんな方が歴代、信長を演じてこられてますけれどもね、まあ、今度、今月公開の映画では木村拓哉さんも演じられるとかいうことで、まあ、いろんな方もね演じられてるっていうので、なんとなくこう理解はしてる感じなんですけれども、このどうする家康の中での織田信長の演じられ方っていうのが、ものすごいこの魔王感というか不気味なインパクトがすごすぎましたよね。まあ、家康がそういう目線でこう見てたっていうのが、まあ、感じられるような象徴的なあのラストの場面だったんですけどね。いやこれでもうね、がぜん来週が楽しみになりましたね。ということで、なんとなくこう見ていられそうな、気になってきました。2023年の大河ドラマ、そしてこちら同じく1月8日日曜日にスタートした、TBS、9時から放送のゲットレディですね、これは金田一や、トリックなどでおなじみの堤幸彦監督がされているということで、そしてまた妻夫木くんと、藤原竜也さんのコンビが出てくるだけで、まあ本当それだけで内容関係なくワクワクは止まらないわけなんですけれども、これは多少ブラックジャック味とか、まあドクター X 味のある高額医療の報酬系な感じが半分
そして半沢枠ならではのこのサラリーマンのおじさまたちがこう喜びそうな視聴率が高い日曜劇場ならではの社会派部分が半分の、まあ、ハイブリッド作品と言ったらいいのか、なんだかね詰め込みすぎてどっちつかずでちょっと迷走してる感はありましたけれども、まあ、このおじさんたちの支持が得られるかどうかっていうのはね、まあ、次の視聴率でわかるかと思うんですけれどもね、なんかこの視聴者のターゲットもなんとなく定まってないような感じがしたので、まだこれはちょっと未知数ですけれどもね。とはいえ、まあ日曜劇場のこの時間ってネットで見る勢の番組っていうよりもやっぱりお茶の間で見る方が多いじゃないですか。まあお茶の間というかね、まあ今時はまあリビングルームということなんですけれどもね、まあこれはね本当にちょっと未知数という気がしましたね、一話を見て。でまずは、まあ、見どころというか、まあ、見るにあたってはということなんですけれども、まあね、いきなり仮面とかね、最先端すぎるオペ室とかでそれを大真面目に演じてる、ね、妻夫木さんと藤原さんを、まあ、半笑いで楽しむのがこのドラマの楽しみ方なのかなと思って、こうちょっと見ちゃってたんですけれどもね。と思えばですね、突如として、まあ、社会派的なこの現実的なセリフを放ってきたりするので、やはりちょっと見てる方は困惑してきたんですけどね、まあどっち目線で見たらいいのかなっていうね。でなんかね、副総理が出てきたりして、で、まあ、セリフとしてもリーダーとしての役割は何一つ果たしてないとか、非正規雇用を爆発的に増やして格差の溝を広げたのはあんたとか国民の平均給与 5.7% も落としときながらあんたの親族が経営する関連会社の収益は平均 23% も増えているの下りでは、これね、エルピス味がすごくて、え、また大丈夫ってなったわけなんですけどね。まあくしくも副総理ですしね、エルピスを思い出させるような流れにもなったわけなんですけれどもね、途中で。でどうやらこの令和版ブラックジャックさんの言いたいことは、まあ、あんたに生き延びる価値はあるのかということのようですよね。まあ、なのでお金が取れても生き延びる価値がないと判断した人はオペしないしみたいな、で価値があると思ったら、まあ、割引をしてでも高額の報酬には違いないんですけれども、まあ、割引してもやってあげるよとかですね、まあ、そこら辺もいまいち共感を呼ぶような流れにできるのかなっていうのはね、ちょっと疑問ではあるんですけれども、ただね、妻夫木さんのゲットレディっていうセリフがねやたらかっこいいので、まあ、ちょっとそれを見たさに見ちゃうかもなっていう気はしますけどね。あとはね、最先端すぎて麻酔科医が AI に置き換わっちゃってましたけどね、これは医療関係者に、どうなんでしょうかねって聞きたいところですね。まあオペを受けたことがある方ならわかると思うんですけれども、私はね実はここに一番反応しましたね。まあこういう未来は来るんでしょうかね。まあロボットがね入ってるとはいえ、まあ、ドクター一人とオペ看一人でできるようなオペじゃなかったですもんね。まあね、その辺もちょっとまあ興味深かったところかなっていうのまあありましたけれども、あとは1話ゲストの池松さんはやっぱり演技はうまかったですよね。まあ日曜劇場定番のね土下座もやってましたけれどもね、やっぱりそういうのね突っ込む枠なんでしょうかね。最後のお弁当のくだりではね、彼の演技力だけで本当グッときましたけれどもね、今後はまあやっぱりちょっとゲスト次第なのかなという感じがしないでもないですね。まああとはまあ、橋本まなみさんみたいな外科医がいそうだなとかね、あとは謎の占い師役の、三石琴乃さん、彼女まあセーラームーンの声優さんだったっていうことで、あの呪文は、まあ、月に変わってお仕置きを後ろから読んだ呪文だったっていうことでね、まあでもあそこのね占い師が出てくるくだりもねすごい唐突だったしね、なんか
なんかまとまりがないというか、でなんかケーキ屋さんが出てきて、パティシエじゃないですか、なので、ね、ケーキ屋さんが出てきたくだりといい、あとはあの料理屋さんの場面でやたらこのグルメを見せてくるところとかもねぶっ込まれていたりとかして、まあちょっと詰め込みすぎなのかなというのもありますけれどもね、見られた方どうだったでしょうか。そして、公式サイトからメタバース空間っていうのに行けるので、まあ、興味がある方はぜひねこちらに、入ってみて遊んでみてください。私もねちょっと、参考までにね先ほど、今何の名前で入ってきましたけれどもね、結構にぎわってましたね。なんかあのパティスリー、あの妻引きさんがね演じられる、まあ、パティシエを演じておられるじゃないですか。なのでそこの舞台となってるパティスリーと、闇医者チームのアジト、そしてオペ室があの訪問できるらしいんですけれどもね、まあ、そこまでは私行かなかったんですけど、もしかしたらねあのキャストの人に会えるとかね、そういうのもあるんでしょうかね。まあここもね行った方もし面白いよとかっていうのがあればねぜひ教えていただきたいんですけれども、こうなんかケーキをクリックするとねケーキの情報が出てきたりとかもねありましたけれどもね、まあなんかここら辺もねあのこういうの見るのってやっぱり若い方が見るじゃないですか。なのでまあね、だからターゲットをどこに置いてるドラマなのかなっていうのがねすごいあの謎が余計こう増えた感じではあるんですけれどもね、まあちょっとあの来週も一応見て、見守っていきたいなと思いました。そして3つ目にご紹介するのが、これも同じく1月8日日曜日にスタートした、10時半から日テレの方で、放送されました、ブラッシュアップライフ。こちらはバカリズムさんが脚本、安藤サクラさんが主演ということで、これはね面白かったんですよね私的に。でこれ見てない方いたら、TVer もしくは、まあ、日テレの無料のアプリで、ぜひあの次回放送までに見ていただきたいなと思いますね。不思議な日常を描くタイムリープヒューマンコメディということなんですけれども、まあ、バカリズムさんのネタとかバカリズムさん自身が、好きじゃないっていう方もねいらっしゃると思うんで、そういう方以外はあのぜひ見ていただきたいですね。特にあのバカリズムさん あのネタとかが好きな方なら絶対に楽しめるドラマだと思います。これね視聴率は 5.7% ということだったんですけれども、まあ、TVer とかでね、口コミで繰り返し視聴されるドラマになるんじゃないかと思っています。で見どころとしては、まあ、この、安藤サクラさんと、まあ、木南晴香さんでカホちゃんの3人がねこう、まあ、メインキャラクターとしてこう出てくるんですけども、まあなんだろう、この3人の醸し出す平和な空気感を見てるだけでもうずっと見ていられるっていうね。でもキャスティングももうバシッとハマっててお見事すぎる。でこの3人のねこのね会話劇がね素晴らしいんですよね。前編こうアドリブ雑談なんじゃないかっていうほど等身大で、こう32歳の設定だと思うんですけど、自然すぎる芝居でもうリアリティもあって、とにかく芝居が上手い人しか出てこないっていうのもねすごいですし、これ本当にアドリブみたいのように思えて全くアドリブはないらしいんですよね。そこがまたねすごいところなんですけど、もう例えば、まあ、最初 あの安藤サクラさん演じる、近藤麻美さんが1話では地方の市役所で働いてるっていう設定なんですけれども、もうねあのシャーペン1本買うのに、まあ、役所だけじゃなくてねあの大企業とかも結構そうだと思うんですけれども、まあ、いろんな人のハンコをもらってやっと時間がかかってこうシャーペンがねあのやってくるとかね、まあこういうとこですよね。かと思えば、まあ、エリピスでもね公演だった三浦透子さんが割とちょい役で市役所の同僚で出てくるんですけど、でこの時に彼女が着てる服があのトレーナー、スウェットが Go to Hell って書いてあるくだりとかね、もうねこれも本当これぞバカリズムのシニカルワールドっていう感じで、まあ、随所に楽しめるんですけどね。あとはね福ちゃん役の、染谷くんもものすごくいい味出してましたよね。もうね染谷くんっていうキャラにもぴったりな感じを演じられていて、まあね彼もうまいなと思ったわけなんですけど、でそこでその1話に出てくるこの麻美
ちゃんといろんな人が繰り広げる何気ない日常の会話がその後に起こることの伏線になってるわけなんですよね。でそこがかなり緻密なんですよね。なのでまあ本当バカリズムさんのネタ自体が、まあ、結構好き嫌い分かれると思うんですけど、まあ、結構あの死生観が現れてるようなネタがあるじゃないですか、まあ、今回もねだから言ってみたら、まあ、輪廻転生のネタなんですけれどもね。でそこで、まあ、徳を積むと来世が変わるっていう設定、それが、まあ、まず面白いわけなんですけれども、まあ、そのためにこう生まれ直して一生懸命もう一度近藤麻美として一生懸命徳を積むっていうねのをやるわけなんですよね、まあ、1話ではまあ1回目のこの転生があったわけなんですけれども、生まれてからをまずは描かれるんですけど、保育園時代のあさみちゃんの子役の子がねまずはすごすぎましたよね。これコナン状態なわけなんですね。見た目は子供で中身は大人っていうね、それすごい難しいじゃないですか役的に。なのにこの子ね、まあ結構ね、なんだろう、有名な映画とかドラマも結構出てるみたいなんですけれどもね、この難しい役の表情がお見事すぎて、この長尾ゆのちゃんっていう子なんですけれどもね、まあかなりの売れっ子なようですけれども、もう演技が素晴らしいんですよ。そのなんだろう、その安藤サクラさん演じる近藤麻美さんのその大人の麻美のセリフをうまく子供のこの麻美ちゃんが表情で演じてるっていうのがね、もう秀逸すぎる。これここ見るだけでも本当価値あるぐらいなドラマですね。で、まあ、なおかつこの、安藤サクラさんはじめその、ね、木南晴香、加穂、この3人の会話を見る、これだけでもね、あの素晴らしいので、まだね話題のドラマはこれから、まあ、スタート切ったばっかりなので、話題作はこれから続々と放送されていくかと思いますけれども、日曜日はこのブラッシュアップライフは完全に欠かさず見るドラマだなというふうに感じました、日曜日はどれを見るか皆さん決まりましたでしょうか。ということで、どうする日曜日ということで、1月8日に初回放送だったこの3本、2023年冬ドラマのどうする家康、ゲットレディ、ブラッシュアップライフについて触れてきましたけれども、皆さんはどれを見ますか、私はこれを見るよなどのご意見あればぜひ教えてください。また藤井風さん関連ドラマ映画などの感想動画も出していますので、興味ある方は概要欄からご覧ください。引き続き見てみたいと思ってくださった方はぜひぜひチャンネル登録もお願いします。またシニアチャンネルの方では健康やお金、暮らし方など少しでも老後不安をなくす情報も発信していますので、50歳以上の方がいらっしゃったらぜひ覗きに来てくださいね。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。以上、今何でした。